効果を飲んでるしね。麻雀遊戯王クイズあさぴんさん後半戦さあ今回はですね、石橋プロに、朝倉プロの質問について答えていただいております。前半を終えまして10問中5問正解。さあ最高得点である10ポイント、これは迫られてるんじゃないかと思います、あこれからちょっと難易度の高い質問がどんどん出てきますので結婚式の前日に取材を受けている朝倉プロですが頑張って答えてくれていますので、ぜひ石橋プロその答えで正解していただきたいと思います、それでは後半1問目いきましょう。1問目はこちらです。奥さんを家で何て呼んでいますか？さあさあ後半1問目からドプライベートな質問が飛び交いました、奥さんを家で何と呼んでいますかという質問。これちなみに本名を出していいんですかね、これは。本名出して大丈夫ですよね。多分今の間は朝倉さんも本名出していいのかなっていう間だと思うんで、本名のあゆだと思います。あゆさん、あゆさんということで分かりました。じゃああゆという、まああゆっていうと失礼だな、あゆあゆさんですね。はい、では見てみましょう。正解はこちらです。あゆあゆはいということで見事正解でございます。はい、星野さんが2回強めに聞くはい、はい、2回に力強く言ってくれましたから、これはもう愛でしかない。素晴らしい。後半1問目も見事正解ということで、このペースでいきたいと思います。続いていきましょう。続いてはこちらです。これがないと生きていけないということはありますか？さあ、これがないと生きていけないという難しいな、これという質問でございます。結婚式の前日でしょ。結婚式の前日なんですよ。奥さんでしょう。はい、そうか、そうですよね。いや、絶対奥さんですよ。奥さんですね。なるほど。結婚式の前日ですよ。だってそうですね。しかも1個前の質問、絶対奥さんでしょ。奥さんを何と呼んでるかって質問も次ですからね。そうですよ。なるほど。この前は絶対まあ奥さんでしょう。わかりました。じゃあ正解いきましょう。正解はこちらです。米。まあ確かにね。さあ食べ物のね、米でしたね。いや、これはちょっと麻雀とか麻雀かお嫁さんかだと思ったんで、ちょっとたどり着かないですね。そうですね。純粋に米食べなきゃ生きていけないよっていうこれがないと生きていけないっていう質問に対してすごく実直に答えていただいた結果だと思いますね。ちょっと彼天才なんでちょっと当たんないですね。じゃあ突き落としていきましょう。続いての質問はこちらです。ご飯を食べるとき、好きなおかずはどのタイミングで食べますか？難しい。だんだんとね、問題も難しくなってきますよ。どんどんマニアックになってきます。ご飯を食べるときに好きなおかず、好きなおかずはどのタイミングで食べますかと。これは多分 M リーグの時のお弁当とかで分かるかもしれない。ああ、なるほど。そこら辺参考になるかもしれないですね。いやー、どうかな。米が多分好きなんですよね。はい。なんでまずは米を食べると思います。なるほど。おかずなくまず米いっちゃうと。なんで米を食べてから交互に食べる。なるほど。ってことは2番目、2個目にいく。2個目ですね。わかりました。じゃあ見てみましょう。正解はこちらです。大体最初味噌汁とかあった先に汁系からちょっと食べますけど、答え的には2番目ですかね。2番目。あれ、2番目はいいの？正解です。正解です。フェイクがすごいありましたけども、フェイクはありましたけども、米の次ではなかった。米の次ではなかった。2番目です。味噌汁行ってからのおかずということで、2番目です。結果正解です。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしいですね。いや、すごい正答数ですよ、これ今のところ。これはいけると思いますよ、10ポイント。この先もちょっと難しいものきますけど、残りが5問ですから。どんなもので来るんだろう。さあ、残り5問を見事正解していただきたいと思います。では行きましょう。続いての質問はこちらです。タピオカを補充していいですか？タピオカ待ちです。タピオカ待ちですね。もち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 して15秒で山之助線の息を何個入れますか？用意スタート。さあ、タイミングよく飲み込みました。よかったです。さあ、15秒で山手線の駅を何個言えますかという質問でございます。15秒間で何個言えたでしょうか？はい、新宿、代々木、原宿、渋谷、目黒はい5個恵比寿飛んでる、あ、すいませんまあ5個でいきます。5個で、分かりました。じゃあ5個ですね。5個了解しました。じゃあ5個でいきましょう。正解の正解はこちらです。渋谷、新宿、原宿、恵比寿、表参道、いいぞいいぞいいぞ、浜松町、いいぞ、品川、あー、表参道入ってました。山手線は違います。面白いです。今表参道に。でも僕は順番は合ってたじゃないですか。今すごいなと思ったのが、ほぼ同じところから始めたんですよね。そうなんですよ。同じところから同じ風に始めたので、これだから正解数的にはちょっとずれたんですけど、これは 0.5 ポイント上げていいかなと思います。はい、0.5 ポイント差し上げましょう。ありがとうございます。素晴らしいです。いやー、でも止まるタイミングもほぼ一緒でしたねギリギリで品川、大崎がパパッと飛びましたねさあ残りはあと4問でございます。あ、こちらで正解していただきたいと思います。さあ続いていきましょう。こちらです。一番かっこいいと思うポーズを取ってくださいさあ、一番かっこいいと思うポーズを取ってくださいという質問でございます、はい。これはもう実際にどんなポーズを取ったか石橋プロにこの場でやっていただいて、はい、その同じポーズを取ったら正解という形でいたしましょう。これはね、2択です。2択、はい、2択です。はい、まあ彼は、はい、そもそもポーズをあまり知らないと思うんで、はい、なるほど。知ってるポーズは、はい、コナミの魔女ハイトグラブの、はい、チームガラクタのポーズと、あとはライデンの面白いんです、はい、あ、なるほど、このポーズですね、はいはい。指をハイトグラブ風にするかライデン風にするかということですね。さあどちら風に？じゃあ、はい、面白いんです。なるほど、面白いんです。チームライデンと同じポーズではないかと。はい、わかりました。では正解を見てみましょう。正解はこちらです。なんだよそれ。何かっこつけてんだよ。ということで正解は U-NEXT パイレーツ風でした。今の U-NEXT パイレーツでもなんでもないです。いやー、何してんだよもう。いやでも顔はバシって多分口の中にタピオカ入ってますけどしっかりポーズ取られてましたから、これがかっこいいポーズということでございました。これはちょっと考えすぎた感じになったかもしれない。ちょっとこれは答えられないですね。日頃の会話が足りなかったです。なるほど。俺これかっこいいと思ってるんだって感じしないですもんね。じゃあ気を取り合わせていきましょう。続いてはこちらです。叩き機を何回連続で言えますか？さあこちらですね、早口言葉で肩たたき機、肩をたたたき、肩たたき機ですね。肩たたき機と噛まずに何回連続で言えますかという質問でございます。ちょ、僕やってみていいですか？あ、でいいですよ。石橋さんぜひやってみてください。肩たたたき機、肩たたき機、肩たたき機、肩たたき機。たぶんキの数がたが多いです。たが多い、全体的にたが多いです。肩たたき機、あれ肩たたき機、ダメだ、石橋プロが壊れちゃう。これになったら石橋プロが壊れちゃうよ。文字を読まないとちょっと言えないです。難しい。肩たたき機、肩たたき機、肩たたき機、肩たたき機を言えるようになった。これを10秒で？あ、10秒じゃないです。これを噛むまで続けて。噛むまで。はい。何回連続で言いますか？じゃあ当てに行きますよ。はい。もちろん全部そうだけど、0回です。0回。あ、僕言えないという。言えないです。わかりました。今のようなこうなんかわからなくなっちゃう。はい。ですね。わかりました。では見てみましょう。正解はこちらです。なんでタピオカを飲んでる時にやっちゃうんでしょうか。完全に飲み物チョイス失敗しました。でも飲みます。でも飲みます。さあということでですね、3回。肩たたき機3回言えました。いや、思ったより言えましたね。そうですね。はい。そして3回目にタピオカが急に出てきた。タピオカの自己主張により、はい、噛んでしまったということで。いや、3回はちょっと無理だな。意外と結構よく噛むんで、解説でもドラドラの時にドアドアって言って、可愛い、とことん可愛らしいですね。ですが今回は3回言えたということで残念ながら正解でございます。さああと2問、残り2問ですから頑張っていただきたいと思います。では行きましょう。こちらの問題です。1回もまばたきせずにどれだけ我慢できますか。3、4、ずっともぐもぐしてますけどずっともぐもぐしてますけども、まばたきを何秒我慢できますかというまばたきチャレンジでございます。これ今までの平均というか普通はどれくらいなんですかね。今までの平均で考えると、これすごいばらつきがあって難しいんですが、例えば本当に1秒の方も 2、3 人いらっしゃいましたし、一番長かったのは入江陽介プロが2分20秒とか10秒マジですか。すごいね。なので平均を取ると、おそらく20秒か30秒ぐらいになると思うんですね。その全部を足してそう平均にした場合、ただこれは難しいので、プラスマイナス5秒はおまけします。プラスマイナス5秒の範囲であれば大丈夫にします。多分、彼真面目なんで、必死にまばたきしないように頑張ると思うんですよ。結構まばたき多い方だと思うんですけどね。なるほど。でも頑張ると思います。頑張る。なるほど、頑張ってくれるということですね。35秒、35秒ということは30秒から40秒だったら正解ということにいたしましょう。正解を見てみましょう。正解はこちらです。頑張れ。スタート。一回やってきたやつ、まあおまけしましょう。あれはおまけしましょう。はい、おまけしましょう。左目がめちゃくちゃ痛い。さあ、おまけこそすれ。正解は5秒ということでございました。ちゃんとやれ。叱咤激励が入りましたね。ちゃんとやれという。まばたき多い方ですね。助走で一回まばたきしちゃったっていうあれありましたね。本人も気づかないぐらいの速度のまばたきだったので、あれは一回おまけしました。残念ながら不正解でございます。難しかったですね。これは最後の問題にいよいよなりましたので、最後の問題を見ていきましょう。では最後の問題こちらです。この世から麻雀がなくなったらどうしますか。さあ最後の質問、この世から麻雀がなくなったらどうしますか、何をしますかというような質問でございます。中野プロ、この世から麻雀がなくなってしまったらどうするんでしょうか。多分いい子だと自分が麻雀をまたこういうゲームだよって広めるみたいな、なくなってもこんなに楽しいゲームですよって一からやるみたいなと言うと思うんですけど、普及する、言わないと思うな。言わないのではないか。他のゲームのプロになる。なるほど。そうですね。主人ゲームうまいってされてましたね。麻雀ではなくて他のゲームのプロになる。はいはい。わかりました。ではそちらの正解として正解見てみましょう。正解はこちらです。まあなんか妻と同時に囲まれながらゆっくり。前日だった。働けよ。そして正解は意外とモチベーションが下がってしまうっていう。マネージャーがなくなったらやる気なくなっちゃうなっていう。でもここで先ほど動物とか言われてた、奥さんとか言われた、ここでそれが初めて出てきましたね。はい。どうやって生活するんですか。自給自足生活。ねえ、今マージャンが仕事なのに仕事がなくなるってことなんですよ。そうですね。新しいことね見つけなきゃいけない。言ってやりましょう今度。ちょっとだんだんイライラしてきちゃった。ずっとタピオカ飲みながらですね。さあそんなわけでございまして、全部の問題が終了いたしまして、さあトータルの正解数 7.5 ポイント。すごい。いやすごいと思う。はい、相当高得点の方ですよ。いやでもなんかギリギリ答えられなかったのがポテトチップぐらいなんでね、もうあと天皇か。そうですね。あと山手線のね駅名とかシンパシーはすごい重なってる部分もありましたから、はい、これはもう十分に朝ピンを名乗っていいと思いますので、まず暫定的ですが朝ピンを獲得です。おめでとうございます。俺朝ピンをねって言ってあげてください、はい、さあということでございまして、そんな石橋君にですね、朝倉プロからメッセージをいただいていますので、そちらを見ていただきたいと思います、はい、こちらです、どうぞ。最後にですね、スタジオの石橋プロにメッセージをいただきたいんですが、まあ石橋さんなら頭半分ぐらいはできねえよ。タピオカと目が痛いのはアクシデントなので、そこもちょっと読んでほしいですね。本気を出したらもうちょっといけるんですけど、それはちょっと。すいませんでした。マイペースでしたね。ということで、はい、タピオカの件と、馬畑の件に関しては謝罪が入りましたけども、はい、朝倉プロからのメッセージでございました。ありがとうございました。いやでもやっぱり合わせて石橋プロとこう朝倉プロの仲の良さがすごくわかる感じがしましたね。そうですか。はいはいはい。なんか和気あいあいとしてるんだろうな普段っていうのは。すごい見えましたね。だから怒るのはやめてあげてください。大丈夫です。ぜひこれからですね、はい、パイレーツの楽屋にタピオカが常に置いてあるといいなと思います。石橋プロも付き合ってちゃんと飲んであげてください。いやそうですね。あとは、はい、なるべくポテトチップスをこう分けてあげるという。うん、それ分けて、ね。はい、一人で食ってやろう。黒いデジタルが。さあということでございまして、こんな朝倉プロのですね特徴、ぜひ視聴者の皆さんも覚えてください。石橋プロお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。さあこの動画面白いと思った方は、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いいたします。ということで今日はここまで。またねー。